ホームランライター、ペナントリーグ、1990年7月24日発売。前作にあたる、ペナントリーグ、ホームランライターの翌年である1990年に発売された本作ですが、前作がデータ的には1988年のものをベースに作られているため、実質2年振りの作品となっています。基本的には前作と大きくは異なりませんが、前作では30試合と限定されていた、ペナントレースの試合の数を、15、30、60、130と、変更することが可能になった点と、チームのパラメーターを、カスタマイズ可能になった点が、大きな変更点となっています。また、試合ごとに相手側を、CPU か2プレイヤーかを、選択が可能になっているなど、前作との大きな違いと言えるのでしょうか。その他の点については、モデルになった球団や選手のデータが、1990年のものに、更新されているといった点が、変更点と言えるでしょう。リトルマジック。1990年9月14日発売。データイーストとしては珍しい戦略シミュレーションゲームです。サノサール国の王子となって世界を手中に収めようとしている魔導士を倒して、イーナ付けのムーの犬国の王女を助けるというストーリーとなっています。基本的にはユニットを配置して移動して戦うオーソドックスな同ジャンルのゲームですが、ユニットごとに成長要素があったり、戦闘シーンがアクションゲームだったりと、かなり独特な仕組みとなっています。さらに対戦モードという、二人プレイモードがあったり、バトルモードという、ひたすらアクションシーンだけを楽しむモードがあったりと、楽しめる要素も豊富な作品となっています。ややバランスが大味だったり、戦略で負けているのを、アクションのうまさでカバーできる、脳筋的な部分もありますが、そこがまた楽しい点とも言えます。探偵神宮寺三郎、時の過ぎゆくままに、1990年9月28日発売。ファミコンには珍しい、ハードボイルド探偵ものという、独特な雰囲気で人気シリーズとなり、現在でも続いている、探偵、神宮寺三郎シリーズの、4作目となる本作は、ある暑い夏に、一匹の犬と出会ったことで、神宮寺三郎が過去の事件を思い出す、というところからストーリーが始まります。ファミコン版最終作ということもあり、複雑だけれど味わい深いストーリーに、場面を盛り上げる BGM、そして回想シーンのセピアカラー演出と、これまで培ったアドベンチャーのノウハウを、フルに活かした名作となっています。ちなみにタイトルの、時の過ぎゆくままには、沢田研二ことジュリーの曲名の、オマージュだそうです。余談ですが、味わい深いグラフィックは、後に様々なゲームのイラストを手掛ける、寺田克也先生の若りし頃の作品と、なっています。大怪獣でプラス。1990年12月21日発売。地球防衛軍となって兵器を駆使して、大怪獣でプラスから、他の怪獣の卵を守りながら、目的地まで運ぶのが目的という、戦略シミュレーションゲームです。なんとも間の抜けた雰囲気ですが、本作はかなり難易度の、高い作品となっています。基本的に仲間のゴジラも、ウルトラマンもいない、
巨大怪獣もののオマージュとなっていて、丹念に準備した兵器がテプラスのワンパンでどんどん壊滅させられていくのを必死に卵をかばいながら戦うという展開になります。巨大怪獣作品のオマージュとしてお笑い要素こそあるものの、巨大怪獣パニックものとして再現度の高い、そんな作品となっており、そのネタがわかる特撮好きからは高い評価を得ているものの、そうでなければ理不尽な難易度のひどいゲームと言えるでしょう。ダークロード、1991年2月8日発売。ヘラクレスの栄光に続き、データイーストによって開発された RPG です。ステータスが職業で決定したり、パーツ編成が可能だったり、さらには特定の職業で働くことでお金を稼いだり、さらにエンディングが複数あります。あと経験値の取得が敵との戦闘ではなく、シナリオクリアによるものであったり、全12のシナリオの中には、次元措置などがあって、一度のプレイで、すべてがクリアできるわけではないと、全体的に、TRPG 的な要素の多い作品となっています。同社の RPG は良くも悪くも、チャレンジングな仕様が多いですが、本作もその例に漏れない、と言えるのではないでしょうか。前述の通り、当時としては非常に珍しい、フリーシナリオのゲームですが、大筋としては闇の神の復活を食い止めて、世界を崩壊から救う、というのがメインストーリーとなっています。ロボコップ2、1991年4月2日発売。殉職した警官のマーフィの死体と、機械パーツからなる、どことなく頼りない、ロボット警官、ロボコップ。原作となるハリウッド映画では、3作品が作られていますが、本作はそのロボコップ2のゲーム化、ではなく、アーケードゲームや、ファミコンで発売された同作の続編。という位置づけのようです。ひたすら敵を倒して前進、ではなく、各ステージごとの、ミッションをクリアして、進んでいく必要があります。また、原作と同じく、主人公であるロボコップは、超高系の弾丸なんてへっちゃらで、敵の攻撃をガンガン受けても大丈夫です。序盤の間は、徐々に敵の攻撃が過激になっていって、最終的には敵の弾一発でやられてしまうので、途中からは、普通のアクションゲームとなります。ある意味原作の序盤は頑丈だけど、中盤からは明らかにスペック不足を再現してるとも言えますが、メタルマックス、1991年5月24日発売。竜退治はもう飽きた、というドラゴンクエストシリーズへのアンチテーゼとして作られた本作は、文明崩壊後、
いわゆるポストアポカリプスな時代を舞台に、人間に反旗を翻した、コンピューターやロボット、突然変異のミュータント、そして悪男たちを、重火器や戦車でぶっ飛ばす、ロールプレイングゲームとなっています。あらゆる点でドラクエの逆、と言っても過言ではなく、フリーシナリオで、主人公は家出した放蕩息子、特別な能力も神の奇跡もなく、賞金首をやっつけて、日銭を稼いで自身を強化する、を繰り返していく、ゲームとなっています。バランスこそ荒削りですが、独特の戦闘システムと、戦車の圧倒的な火力のカタルシス、そして魅力的な世界観で、現在まで続く、名作シリーズとなっています。忘れてないんだろう。胸